大磯プリンスホテルは、神奈川県中群大磯町、国府本郷に所在する、客室数305室のプリンスホテルグループの、宿泊施設。1953年、大磯給料が広がる、給料地に大磯ホテルとして、洋室12室でオープン。吉田茂元首相屋敷跡に隣接し、大磯ロングビーチと一体となった、近郊型リゾートホテル。 早稲田大学小学部の卒業論文として企画した案をもとに開業したもの。建物は西部建設の設計、清水建設の施行により1号館、2号館、3号館、共に竣工。最大時の規模は客室数500、宴会場29を数え、1965年には2号館が神奈川県建築コンクールを受賞した。 2017年7月にオープンしたサーマル SPA-SA 部は地上4階建ての施設。2010年4月1日に神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例が施行されたこともあり、全館を禁煙としている。200台の屋外駐車場を備え、2018年12月時点で EV 車対応の充電ステーションを4基備える。 また2017年、本ホテル、地区町、大磯町の三社間で、津波発生時における緊急避難場所としての使用に、関する協定を締結、町内の津波避難ビル、場所の一つとして指定されている。湘南国際マラソンのフィニッシュ地点でもあり、他の競技を含めスポーツと接点が多いホテルである。ありがとうございます。